様、何かが違う。様子がおかしい。昨夜、面白いわね。どうしてしまわれたのですか、お嬢様。さあ、戦いましょう。昨夜、面白いことが起かるわ。お嬢様、話を聞いてください。一体、昨夜、言う通りになさい。 吸血鬼風情には二度重すぎたかしら。よくもよかれ貴様。<笑>たぎってるわね。でもまだまだよ。許さない。お前は絶対に許さない。いいわ、今度は私が相手になってあげる。 飛びたがってるな。と、そろそろ十分かしら。まだだ。降りてこい。ここからはまたあなたのお嬢様が相手してくださるようよ。お嬢様。<笑>お嬢様。 そろそろ生と死の境界が交わる頃、才行あやかしに集まった陶器がレミリアに集まるわ。これが生きながらに死を操る力か。お嬢様、おやめください。 <笑>お嬢様、なんて素敵な力なの。ついに完成したわ。あなたたちにこれが止められて。お姉様、素敵、殺したいくらい。レニーもフランも楽しそうだし、しばらく放っておいたら。そんなこと言わないでください。早くどうにかしないと。 かかってきなさい、昨夜。踊りましょう。この命尽きるまで。 地獄の棒。焼き払え。本気出しゃ。
普段のお嬢様なら私が叶うはずがありません。余計な力など、お嬢様はお嬢様のままであるのが一番です。昨夜さあ館に帰りましょう。で、結局何が目的だったのかしら。まあまあ、満開とはいかないけど、こんなに綺麗な桜が拝めて。そうですよ。何が不満だって言うんですか。とか言いながら、結構楽しんでたじゃない、上司さん。で、なぜこのような異変を起こしたかを。昨夜、それ以上追求してはダメよ。せっかくの料理がまずくなるわ。ですが、昨夜お嬢様がそうおっしゃるので、それにしても運動の後の宴会は最高にしみるわね。
外に生えていた巨大植物のソテーもなかなか肉厚で美味しいわ。お酒にもよく合うし、さすが咲夜ね。ありがとうございます、お嬢さん。エミリアもこうして無事だったんだし、万事解決ってね。あなたは書庫で本を持ち出しただけじゃない。そんなこともあったかな。ええ、本当に。私は知識の探求に貪欲なだけなんだぜ。ヨウム、もうこっちお団子ないわよ。はい、ただいま。月が本当に綺麗。ヨウムもこっちに来て見てごらんなさいな。はい、ただいま。幻想郷の夜は更けていくのでした。